コンソワール、オコです。1回目、取ったデータが破損。2回目、声が入ってない。ゆいは2回取り直したのでもうやりません。オコです。うん。はい。じゃあ、あらすじをどうぞ。総督くん、総督さんとお話しして、今なんだっけこの人、ロジャーズと合流するところからかな。あ、次見てよ。あ、これ見てもわかんないか。どこ見ればわかるんだろう。こっちか。ここじゃないか。これじゃないな。これか？違うな。まあ何にせよ、ハバナでできるクエストは全部やっちゃいました。また増えるかもだけど。次のミッション行こうね。メインの方。おはよう、ダンカン。こちらへ。こちらへ。エドワード、おい、エドワード、残りの砂糖の買い手が見つかったんだ。しかもかなりの好条件で。エドワードと呼んでいたが、ここまで乗せてきてくれた商人で、念のため偽名を教えてみた。ああ、やるな。じゃあボネット、後でな。時間通りだ、ダンカン。こっちだ。この男がテンプル騎士団とアサシン教団が長年の立ち物だ。一瞬普通に黙ってストーリー見てた。ロバーツらしいか。本当か。賢者ロバーツ。これが何だか分かる。言い伝えによればなら、観測所へ入れば賢者たちが必要だ。鍵は手にある。あとは場所だけだ。ロバーツが心よく教えてくれよ。この者を邸宅へ。絶対賢者っていう相手のタイプじゃないな。テンプル騎士団、え、何トーレス殺されるのこの感じだと。襲われる感じがするな。君は以前手紙の中でマヤ人の死アータバイを倒したいと言っていた。ここへ来る前にその使命を果たせたのかね。いえ、途中でいろいろと不運が。それは残念だ。だがその願いはこの小瓶と地図が叶えるだろう。ねえ、そのはずです。なんかボロ出しそうだけどな、僕話してたら。敵から丸見えだ。どうも匂う。警戒を守る。私も感じた。どんな犠牲を払ってでも賢者を守り抜け。ならば総督。
ゃあな。めっちゃ撃たれとるやんけ。あ、死んだ。え、どうなってん、え、そっから撃たれて、あ、後ろか、後ろから撃たれてたのか、ずるじゃん。あ、アサシンだ。上は任せろ、ユイが行く。なんだお前は。てや、おっさ、調子乗りすぎだ。近所どこ？こっちね。当たっただろお前。あー怖っ。弱は一般兵弱すぎ。え、終わったやん。いつもなかなか強い手代なの？賢者逃がさんぞ。頭が回るな、それは褒めて。うん。あれ、あった。待って。あ、やっぱ。止まれ、お互いその方が楽だろう。頭が回るな、それは褒めた。あ、なるほど。もう疲れちゃったってことか。アサシンから逃げられると思ったらさすがに分身が良すぎるんじゃないのか。止まらないと膝を打ち抜くぞ。アサシンと追いかけっこするにはちょっとレベルが低いかな。はい、完璧。撃つよ、次。いいぞ、さすがだ。我々が牢へ連れてくぞ、シンちゃん。監視は終わりだ。いや、参った。大変な一日になったな。まあ、これも僕のおかげかな。用心せねばなるまい。最後まで見届けたいが、イングランドへ戻らねば。この風が吹いているうちにな。もちろんだ。なんかこいつが黒幕っぽい気がするな。運が良ければ総督になって戻ってくる。我が愚王の承認があればだな。さ
さらばだ。ウォルポール君、これは長期投資の始まりと考えてくれ。うん、光栄です。明日の尋問にも立ち会ってもらいたい。勝負になる。あれ、これで一旦ミッション終了か。短いな。はあ、完璧。あっちゃー、全部のクエストクリアしたから待ち時間にやってるものがねや。あっちゃー、まなし。